こんにちは。はい、はい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 、どうも。はい、ここほんま吉村ついとるやん。そうや、これほら、ちょっと不見けど吉村やで、ちゃんと。すご、大鳥メッサ、あ、鈴木の純正であったんで。そうなの、純正アフターパーツ、純正、まあ社外品のアフターパーツやけど、まあ一応鈴木取り扱いですよ。鈴木品番がついとって。吉村なんや。今ないんかな、ちょっと分からんけど。だって吉村サイクロンエクゾーストシステムよ。かっこいい。そうやろ、めちゃくちゃイケとるやろ。あ、あれですか、え、駅マニからもうタコ足がもうトゥルロン巻いて。いやいや、え、あのリアサイレンサーだけでございます。はい、そうなんです。まあ、それでもいい感じなんで、はい、はい、まあ、あのぜひね、皆さんも吉村サイクロンぜひつけていただけたら。鈴木といえば吉村でございますので。でももうあれやろ、レース活動もなくなるやん。そうなんやな。ホンダとかになる。いやー、でも鈴木ってな、うん、そんなことでもせんかったら正直企業価値ってどうなんやろって思うけどな、ほんまに。あ、え、そんなこと言ってしまうんですか。いや、もうだってさ、鈴木ってさ、はい、変な人が買うメーカーよ。いや、まあ軽音の一般車は大きいよ。おうおうおう、うん、ほんまに。やっぱな、そこの息吹は俺は消してほしくないけどね、個人的には。まあ、そうですね、バイクに限って言えば変な人が買うやつやな。そうそうそう、完全にな。そう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 、はい、やっぱそこの立ち位置って俺は大事にしてほしいけどね、本当に。そうですね。まあ、そんなね、鈴木の文句を言うために、はい、あの別に動画を回してるわけじゃないんですよ。何ですか今日は。まあ、でも鈴木の文句です。はい、はい、ということで、これ何ですか、見えますか。これはね、はい、ミッション。ミッチョンですね、はい、ミッチョンです。どうしたんですか、こんな重整備をやるやつアホだってひたすら言いながら。そうそうそう、ミッションを下ろしてしまって。そうなんで、間違えた、しょうがない、間違えて下ろした。うん、あのいつもあのいろいろやってくれる大工さんのやつやけん、はい、うちの。ああ、ね、それはもうな、いや、ほん車検しかやらない夢を見よったら。そうそうそう、いつの間にかミッションを間違えて下ろしとったやつやな。ほんで、うん、まあ、やじょってしたら、まあ、ご依頼内容っていうのが、はい、まあ、最近なよくあるんやけど、はい、ギアが入りませんっていう。ははははは。そうですか。また大林さん、あれですね、何何、あの乗っかろうと思ったんですね。いやいやいや、これはマジでギアが入らないって言って。でもな、ちょこちょこあるんで。知っとる俺これ。 YouTube でめっちゃ言ったけ。ほんまに。うん、あの鹿児島の車屋さん。ああ、はいはいはい、あの、そこに乗っかっていこうと思ったよ。マス三つ自動車さんやったっけな。はいはいはい、いや、あそこすごいよな。うん、いや、もうほんまに何がすごいって、うん、もうあれだけ丁寧な編集と動画撮影が時間が取れるだけの、はい、そうやな、それがすごい、ほんまに。ちょっと爪の赤でも煎じて。いや、ほんまに、もうちょっと今度あのもし時間があったら鹿児島行こう。ないならクラッチの赤でも煎じて飲みに行ってください。いや、ほんまな、はい、もうちょっとどの程度のどんな風になったらあんなことができるようになるのかもう知りたいもん、ほんまに。俺だけこれの原因知っとるけ。え、マジで。じゃあちょっとどうぞ、もう言ってください。なんか、うん、ここのレリーズベアリングかなんかが、うん、あれやろ、カスが溜まって、うん、かじって、うん、ガリガリになって、うん、クラッチが切れにくくなるんや。そうで、まあ、じゃあそれをね、説明しとこうと思います。はい、はい、ということで、ですね、はい、まずですね、これじゃないですか、ここに置いてあるやつじゃないですか。あ、あった、ここや。まずこれがレリーズのベアリングでございます、はい、ね。で、クラッチのディスクがですね、あれ、俺ディスクどこに。ディスクそこに転がっとるやん。え、あれちゃん、フライホイールか。ディスク、あ、ここや、一緒に置いてる、ごめん、新聞で。はい、ここを見てください。いいよ。はい、クラッチのフェーシングはまだこんだけな、まだ2ミリぐらいは残ってるので別にそんなに問題はないですね。はい、はい、クラッチディスク自体は残りは問題ないですけど、問題はこれよ、これ。はぁはぁ、なんかすげえぼっこりちゃんしとんか、めっちゃちびとるやん。めっちゃちびとるやな。うん、で、まあ、詳しくはじゃあもうその動画見て、俺もめんどくさいけん。はい、ほんで、まあ、これがな、ずっとこう当たっとんよ、こんな感じで。はいはいはい、はい、で、クラッチのそのクラッチというか、まずな、割とそのよく、うん、俺の側のアプローチとしてはな、あの最近ミッションオイルとか、はい、いっぱい売ってるじゃないですか、私んとこ。はいはい、売ってます、売ってます。で、添加剤も山盛り売ってるじゃないですか。売ってますね、はい、ね、はい、でそんな時に、はい、あのよく言われるのが、うん、ギアが入んないんですと。はあ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 、まあそういうことありますよねって言って、はい、でミッションオイルで回転できますかって言われるやんって。はあ、無理、基本。
って言って、あーなるほどね、はい、その一応2つあのチェックをしてほしいんですけどって言って、はい、停車状態でエンジン切ったらスコスコ入りますかとか、はい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 、クラッチ何回か揉んだらスコスコ入るようになりますかっていう場合は、はいはいはい、割と多いのがやっぱこのクラッチの切れ不良だよ、はい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 、クラッチがちゃんと切れてないから動力が遮断できずに引っかかる力が残っとって、はいはい、ギアが入っていかない、はい、なのでその場合はミッションに何も何をやってもいかんで、はい、クラッチをどうにかせないかんわけですよ、うんうん、で今回のようにそのまあ、フェーシングは残ってる、うん、で例えばこのクラッチ盤の動きとか見てもらったら、まあ、やっぱこのちょっと焼けたような当たりがこう全体にこうついてるじゃないですか、はいありますね、はい、でそしたらねやっぱクラッチのキレが悪いです、うん、で今回僕も一応その動きを見たら、うん、やっぱな動きが悪い、うん、レリーズの、はいはいはい、もうずっとこのこれがレリーズフォークって言ってこいつをガシャコガシャコって動かすことによって、うんうん、まあこいつがハマっとってスライドショット動くんやけどな、うん、で俺は調べたいろいろと、はい、そうするとスズキの部品は品番が変更されております。そうなんよ、変更されております。その鹿児島の動画でも対策品になってます、はいはい、ただし、はい、こっからが思う、ただしよ、まあ、よく自動車整備工場で部品の交換をするってなると部品商さんにお願いをして部品を持ってきてもらうわけですよ、はい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 、でね、はい、そうすると大体こういう社外品のまあ工用とか同じなんで、うん、J デクトのやつやけ、うん、ベアリングが来るんだけど、はい、その場合っていうのは基本的に、いや分かるかな、こんな感じで物が来ます、はいはいはい、ただしこれが対策品かどうか分かんないね。なるほど、そう確かに形状は変わっとるやん、うん、変わっとるね。ただじゃあこれが対策品かどうかって言ったらまあ純正じゃないから分からんな、分からんのよ。だから俺、まあ、これはちょっと試しに撮って今回検証しようと思って撮ったんやけど、うん、あの割とその社外品とかで撮ってしまうと、うん、その対策品の品番に変わってないやつとかが来るときはなるほどねあったりとかするので、はいはい、まあ、基本はもうあの、うん、あれっす、こういう場合は純正品でもう僕は部品を取ります。はあまあそうやな、そうやったら間違いないよな、間違いないけ、うん、でそしたらこのレディーズフォークとかも品番が変わったんやって。ほうだから確かにこの角度が違うここの、うーん、こっちやったかな、どっちか忘れたけど、じゃあ詳しくはその動画を見てください。そうそう、ちょ詳しくはその動画を見てでそのスズキサービスのニュースとかにはそれが出とんやけど、あのスズキのその部品検索システムから入って、うん、でそれもだからあの、契約があるのよ、はい、そういうあの部品を検索するシステムが使えるかどうかの、でそっから入ってその部品を注文しようとしたら、はい、そのまあビックリマークが出とって、はい、そのビックリマークをクリックしたらこの部品についてはサービスニュースが出てますのでそれをご覧くださいって言って出とって、ほうほうほう、でそれを見ると、うん、今度そこに対策部品にこれこういう理由で変わってますんでよろしくっつって書いてあるわけよ。だから、まあ、ほんまはな その、まあ、そういう情報とかそんなのっていうのが、うん、まあ、メーカーサイドの方も、うん、まあ、例えばその車両でね、うん、まあ、あの提示をしてあげる方が、まあ、お客さんにとってはええんやろうけど、はい、まあ、そんなことをしたら多分リコールだろうって言い始めるよな。そう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 、リコールだろうおじさんが山盛り湧いてくるけん、はいはい、まあ、そこまでのことはまあせんのやろうけど、せめてね、はい、その整備業者さんとかそんなのにね、まあ、そんなのが伝わるようにはしてあげた方が優しいんじゃないかなと思った今日この頃でございますよ。なるほどね、そうなんですか、はい、まあ、でも確かにあれやな、うん、このカスかな、ここも焼けとるやろ、シャフトはもうかじりついとるな、うん、そうそう、なけんここもこんなんなるけんこの辺も綺麗に掃除せないかんし、まあ、あとはフライホイールもそんな状態やけん、はい、これフライホイールもさあんまりここがさツルツルになって焼きが入るとさ、はい、温度によっては張り付くんよって、あ、密着が悪くなる、ね、密着がこう離れんようになるけん、はい、なけん、まあ、この場合は一応大事を取って別に使えんことはないんやけど研磨もまあやっぱ入れてでしないとでございますよ。そうですか、はい、まあね、ということで、まあ、このクラッチ交換とかね、はい、そんなの一つとってもね、あのちゃんとあの状況を分析して、はい、一緒に考えてくれて答えにたどり着いてくれる車屋さんをしっかりと皆さん見つけて、はい、そこであの作業の方はしていただけたらと思います。
はい、で私はできれば毎日車検をやっていたい、それを強く繰り返しながら伝えていこうとは思いますので車検をやっている夢を見よったらいいんじゃない、そう勝手に手動いてこうやってドリームやってるから、うんうん、それはあるかもしれんな、一生目覚めんかもしれんけどなそれはあるな、はい、まあ、ということで、まあ、そんなね、まあ、タイムリーな入庫があったので、はい、うちの方も動画にしてみました。はい、はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。はい、どうも。はい、おまけコーダー、はい、ちょっと真面目に整備の話を、はい、まあ、ここまで見てる人がいたらね、ですね、基本的に、まあ、対策部品未対策部品っていう話はしましたけど、はい、今現状ついてたこちらのやつっていうのは、はい、まあ、一応対策部品にはなってます。ほうほう。ちょうど紅葉の社外品で取ったやつが、これが未対策のやつが来たから、形を見たら分かりやすいよね。分かるかな、うん、頭の出っ張りがね違いますね、うん、ここの出っ張り部分の当たり方が違うのと、この裏もね、ほうほうほう、違うね。で基本的に、あとはこれはここの当たるところっていうのがコーティングがされてあって、うんうん、あの、まあ、グリスが未塗装では一応いけるようにはなっとるわけよ。だけど、はいはい、一応ここの部分っていうのが見てもらったら分かるように、はいはい、もう削れとんが分かる、なんか色が変わってますね。そうだけ、うんうんうん、どうしてもそのコートしとったとしても、やっぱり毎日毎日毎日このクラッチのスプライン動かすっていうことを繰り返すと、はい、どうしてもやっぱここの方が、まあ、摩耗渡しをしてくるよね。だけ、ちょっと極圧性の高い、まあ、本当はぬるしてないんだけど、はいはい、まあ、ちょっと特殊なやつを俺持ってるのがあるから、はいはい、まあ、それこそワゴナー入りのやつ、おだ、それをまあちょっとここに本当に薄く塗布して、まあちょっと、まあ、やろう、避けようと思う。で、だけ例えばもうほらこれをちょっと動かしてみて、はいはい、って、はいはいはい、このフィーリングが、はいはい、これ次新品、はい、気持ちよ、そうやろ、めちゃくちゃちゃうっすね。どうしてもやっぱな、ここら辺がちょっとほんま数ミクロン下手こいたらで、数0.0何ミリ減るだけでやっぱりこの動きとしてはこれだけ悪くなってくる、全然ちゃうっす、うん、で、まあ、多分おそらくなんやけど、鈴木の方も悪気があってこういう風になっとんじゃなくて、はいはい、正直例えばこれも今回初めてクラッチ交換をするけど、はいはい、もう対策品がもちろんこれついとると、うん、だから要は途中からもう気がついた時点でこれには変えよったんやと思う、あ、はいはいはい、ただもうどこまでがそのこのこれがついていて、うんうん、どこまでがもうこっちのタイプがついていてっていうのを正直把握できてないけ、はいはいはい、もうある程度の部品、これも一応その鈴木のやつで調べたらもう対策品に交換してくださいっては出たんやけど、はいはい、まあ、最初からついとんはついとったわけよ。なるほど。ただもう今回気持ち悪いから、もうもちろん新しいのに全部変えるよ、うんうんうん、もうセットでこの3点は、はいはい、ただ、まあ、現状やっぱりそういうのもあって、まあ、うまくいかないので、うんうん、まあ、なるべくね、その、まあ、僕は特にやけど初めてやる車両とか、うんうん、あとはその自分が腑に落ちない、はいはい、その症状が出てる時、はいはい、例えばいやディスクまだ残ってんのに、うんうん、これおかしくないとかってなると、はいはい、やっぱり何か理由があるはずだって思って調べるのよ。なるほど。だからその最初から分かっとることなんか、はいはい、そんなないんやって開けてみんと、開けてみてやってみてそこで疑問に思って調べるっていう行動ができるかどうか。なるほど。でそしてその余裕があるかどうか。なるほど。例えばこれがもう入庫がバシバシ入ってきてで、うんうん、もうリフトが分刻みに決まってるようなとこの工場でそんなことを考える余裕なんか絶対無理、絶対無理や。もうだって今日この時だけにもうだって1日以上こいつは占有したんやけど、ね、ここもうほんまに、まあ、やっぱりただそれをやっぱりできるような環境でできることならね、はい、まあ、自動車整備はしたいなと思うし、まあ、ある程度ねいつもこうやってアンテナ張りながらあのお客さんのことを考えてね、あの解決ができるように、うんうん、まあ、頑張っていきたいと思いますので、まあ、そんなよもよもお話でございました。それではまた、バイ。